はい、皆さんこんにちは、アナンです。今日はですね、このファジョンというドラマがありましたけども、このファジョンというドラマの背景となっている、ヒョジョンとですね、ヒョンジョンについてのお話を進めていきたいと思います。で、このファジョンというのはかと、このファですね、この漢字はですね、日本では輝かしいと、訳すことができると思うんですけども、そういった輝かしい政治という意味で、こういったこの政治をですね、今日背景を見ていきたいと思うんですけども、特にですね、礼を誤った罪とは何かですね、今日はこのテーマについてですね、お話を進めていきたいと思います。このハランチャンネルはですね、こういった韓国の歴史や文化についての解説や、それから現地のですね、歴史的な史跡などをですね、皆様にお送りをしています。最後までですね、お付き合いをしていただきたいと思います。まずこのヒョジョンなんですけども、このポンリン大君というですね、名前で、後々ですね、王にですね、なるというところで指名をされてきました。本当ならばですね、このお兄さんであったソヒョンセジャというですね、前回の動画にもですね、説明をいたしましたけども、そのソヨンヘジャセジャがですね、亡くなったことによって、この弟が17代のですね、王として即位をしていきます。ヒョジョンとしてですね、即位をしていくんですけども、彼はですね、お兄さんと同じようにですね、真に捕虜となって、連れて行かれていくんですけども、彼はそのお兄さんですね、とてもそのお兄さんをですね、守りながらですね、そして、とても性格的にもですね、倹約を重んじたりとか、お酒を一回飲まなかったらです、なったらですね、絶対飲まないとかですね、それから結構その体格も良かったとも言われている、そういう王様です。その真の時にもですね、たくさんのお土産をですね、持っていきなさいと言ったんですけども、それを断って、それに代わってですね、もっとその自分たちの民をですね、解放してほしいというようなことも言ったと言われています。で、彼の一番のですね、この政治的なテーマとしてはですね、この北伐論ですね、北伐とここに漢字で書いてありますけども、要するに、秦をですね、打倒するんだと。秦をですね、この秦への この恨みというのがですね、彼の一番 の この政治的なテーマだったんですね。やはりなぜかというと、そのお父さんがですね、尹丈のお父さんですね、やはり秦に対する屈辱的なですね、この礼をですね、秦の王の前にですね、ひざまずいたというようなですね、こともあって、そういった秦をいかに、この討伐するかというところから始まっているんですけども、もともとは秦に近寄った、秦信派ですねが勢力があったんですけども、それをいかに追放するかというところで、この一番の秦信派のですね、代表的な金座城というですね、こちらに漢字で書いてありますけども、この人物を追放をしていくわけですね。で、彼がその、討伐、この北伐ですね、北伐の動きがあるということを秦にですね、こう密告していくんですけども、それがですね、明らかになってですね、そしてこの金座城が流敗の刑になっていくというようなところになってきます。で、それに代わってですね、なんとこの、この政治には参加しない学者もいたわけですね。その在野の学者ですがですね、山林と言われるんですけども、こういった学者が政界に名乗りを、上げていくと、政界に進出していくわけです、その代表的なのがこの孫子耀というですね、こちらに漢字で書いてありますけども、孫子耀という人物がこの何て言うんですかね、代表的なこの学者として、ヒョジョンを助けていくというところですね。で、彼はこういったこの、このプルチトンセンというですね、これ何かと言いますと、同姓同本の結婚を許さないということなんですね。要するに姓が同じであったりとか、本官といってですね、氏族ですね、同じであればですね、結婚はできないと。韓国今でもですね、例えば同じ、キム氏はキム氏なんですけども、あなたの本官はどこですかって聞いて同じところであったらですね、別れないといけないというようなこともあるんですね。ですから、これは
こういうところからですね、まあ、出てきているというところですね。まあ、こういったこの北伐のためにですね、軍隊をまあ強化しないといけないというようなところで、なんとですね、軍隊をですね、まあ、派遣するための、まあ、オヨンチョンというですね、まあ、先鋭部隊がいるんですけども、まあ、それをいかにまあ強化するかというところも始まってですね、まあ、武器を改良して、そして、この当時のまあ、ヨーロッパからですね伝わった銃をですね、まあ、改良しながら新しくですね、開発していくというようなところになっていきます。まあ、民衆はですねこれによってまあ重税がかけられるんですけども、まあ、これはですね逆にまあ安定した時代を迎えながらですね、まあ、経済面の安定だったりとかそれから文化面においてもですね、まあ、たくさんの書物が刊行されながらですね、人々にその儒教の教えやですねそれからまあ政治それから農業だったりとかですね、まあ、倫理道徳などの書物がですね、たくさんまあ刊行されたというところですね。でこういったですね、まあ、北伐というのはですね本当にこの秦を打倒しようというところよりもですねどっちかというとそれを利用してですね、まあ、うまく政治を動かしていこうというところがあってですね、まあ、標準はですね、正統的なその王様ではなかったというところもあって、まあ、コンプレックスがあったわけですよね。まあ、それをなんとかですね、まあ、埋めるためのカードとしてのこの北伐論というような主張をしていたとも言われています。まあ、急にですね1959年にですね、亡くなっていくんですけども、まあ、それがですね、まあ、毒殺だったかどうかということがですね、まあ、議論をされているわけですね。まあ、40歳で昇華してその次にですね、ヒョンジョンですね18代の王様が君臨していきます。で、この時代はですね、まあ、このヒョジョンのですね時代からまあ受け継いでですね、まあ、平和であって安定した時代であったと。でこの韓半島においてはですねもう平和であり安定というのはですね何よりも侵略の、まあ、期間が長かったというようなことと同じなんですね。ですからこういった意味でですね、平和だったんですけどもこの内部においてですねいろんな論争が、まあ、激化していったというんですね。それがですねなんとこの福母の機関において主張するものがですね、2つに分かれていくわけですね。このヒョジョンが亡くなることによってですね、このチャフィ テヒですね、この人がですね、まあ、ヒョジョンのおばあさんにあたるわけですね。要するにこの院女の奥さんなんですけどもで、まあ、子供がいなかったんですけどもこの方がどういったですね服務の期間を過ごすのかとかですねそれから喪服をどういった喪服を着るのか、まあ、これをですねこの出仕華麗にですね具体的に書かれているわけですね。で特にですね、王様の長男であったと、ね、王様だったということであればですね、まあ、3年間のこの、服務期間ですね、を過ごさないといけないと。そういうそれ以外のですね、まあ、次男であったりとかそれからサデブというですね、この官僚のその学者、まあ、官僚であった場合はですね、まあ、1年と決まっていたんですけども、実際にですね、この成人派はですねどちらかというと現実的にですねこのヒョジョンはですね、まあ、次男であったわけですよね、うん、長男ではない次男であったので、まあ、1年だというふうに主張したわけですね。1年間その服務の期間をですね過ごさないといけないんだということだったんですけどもこの南人派ですね南人派はこの、まあ、カレーをですね利用して、まあ、自分たちの政治の勢力を拡大しようというところもあってですね、まあ、伝統的な3年間をですね主張したわけですね。まあ、しかしながらこれに対するですね南人派ではですね、主張が通らなくてですね、まあ、結局は敗れていくとことによって、まあ、ユン・ソンドというですね、まあ、人物がとかですね、まあ、学者たちが、まあ、流派の権になったりとかですね、まあ、かなりその力が、まあ、弱まっていくということなんですね。でこの礼を誤った罪というですねこういった礼がいかに正当性を持って主張してそしてそれが、まあ、実際の政治に
応用されていくかによってですね、その人の人生とかですね、それから出世とかですね、そういったものが決まってくるというぐらいにですね、この例ですね、カレーとかですね、そういったものが本当にこの熾烈なですね、論争になっていったというところであります。それからですね、陰孫王妃の死と書いてありますけども、ここはですね、このヒョジョンの奥さんであったわけですね。奥さんが死ぬことによってまたですね、ここに論争が始まったわけですね。でこの時はですね、政治派の内部でですね、この分裂があってですね、そのある一派がですね、南人派に行くことによって、南人派がその勢力を拡大することによって、結局はヒョンジョンはですね、この南人派の主張を受け入れてですね、そして、陰孫王妃のですね、この服務機関をこの主張してですね、それが通っていくということになります。こういったですね、服務機関ですね、どうでもいいじゃないかというふうに思うかもしれないんですけども、こういったものはですね、かなりこの時代ですね、朝鮮時代においてはですね、王様が死んだ後においてのその決まり事においてかなり重要なものとして考えられていたということも、参考になるのではないかと思います。それから相比性、賛否性というんですけども、これはですね、同じ親族とか友人をですね、同じ場所で働かさせないようにするという制度でですね、これは後々のですね、朝鮮後期にまでですね、ずっとですね、これが応用されていったというんですね。ですからそうなるとですね、賄賂とかですね、そういった不正行為をですね、防ぐことができたというところになります。1674人ですね、このヒョンジョンもですね、急に亡くなっていくわけですね。これはですね、こういった内部のですね、さまざまな論争ですね、によってですね、かなりの、この体のですね、ストレスですね、慢性的なストレスがあってですね、そして腹痛を持ったりとかですね、それからこの精神的にですね、病を持ってですね、いろんな論争の中で巻き込まれながら、ストレスを抱えながらですね、亡くなっていったと言われています。こんなことを見るとですね、過去にあったことをまたですね、こうぶり返して、そして、この北伐論もそうですよね。やはりお父さんのそういった悔しい思いを、ね、引き継ぐといったこととかですね、こういったこの例えば一時この最初のですね、カレー紛争をまたぶり返してですね、そして論争していくというようなことを考えるとですね、過去のことをですね、そのままですね、なかったことにするんではなくてですね、過去のことをまた蒸し返しながら、そして、新たにですね、そういったものをこう話題としてですね、問題として取り上げるというところが、あるんではないかというふうに、考えることができます。その後ですね、スクチョンという14歳のですね、14歳で即位して、そして、王朝がですね、続いていくんですけども、それはですね、次回にお話をしていきたいと思います。今日はですね、ヒョジョンとヒョンジョンについての朝鮮王朝について解説をいたしました。ご視聴ありがとうございました。